それでは XPS11 の初期化について解説したいと思います。初期化はですね、 Windows 8上からできます。こうスワイプして設定を開きます。で PC 設定の変更で保守と管理で回復を選びます。でここに3つメニューが出てきますけれども、今回すべてを削除して Windows を再インストールする、これをやります。開始。 PC を初期状態に戻す。この操作を行うと個人用ファイルとアプリがすべて削除されます。PC の設定は初期状態に戻りますということです。で次へ。でここで、ファイルの削除のみを行うか、ドライブを完全にクリーンアップするか選べます。でこれ文言読む限り、この完全にクリーンアップするっていうのは、これあれなのかな、リカバリーとかも、リカバリーパーティションとかも削除されちゃうのかね。今回はちょっととりあえずこっちやってみます。ファイルの削除のみを行う。お、出た。この操作を行うと個人用ファイルとアプリが PC から削除され、すべての設定が初期状態に戻ります。ファイル履歴を使っている場合は、作業を続ける前にファイルの最新バージョンがファイル履歴のドライブにコピーされていることを確認してください。処理に数分かかり、その後 PC が再起動されますと。ファイル履歴を使っている場合、なんだろうね、ファイル履歴ってね、よく知らない。多分使ってないので関係ないんですね、多分ね。個人用ファイルとアプリが PC から削除され、個人用ファイルとアプリが PC から削除され、当然だわね。これで問題ないと。じゃあ初期状態に戻す。画面が来ました。早いですね。もうリカバリー終わっちゃいましたね。まず最初は地域と言語ですね。特別これで問題ないですね。で次へ。ライセンス条項が出てきます。はい、同意します。アップデートどうでもいい、別にいらない。いらないんでスキップ。パーソナル設定、 PC 名、そっか、 PC 名を入れると。じゃあこれ適当に XPS11 とかにしておきますか。で次へ。で、ワイヤレス LAN に接続しますが、別にこれ後でいいので、これ手順をスキップするにしちゃいますね。で、なんだ、設定、簡単設定、以下の設定をおすすめしますと。こういう設定で簡単設定がされますよと。簡単設定の詳細を表示する。
まあいろいろ書いてますね。まあいいや。どうしようかな。まあいろいろ気に入らないところはあるんだが、まあいいや。とりあえずこれ簡単設定でいきましょう。で、お使いのアカウント。そっか。じゃあ、てる PC にしておきますね、とりあえず。パスワードは設定しないです、とりあえず今は。完了。はい、来ました。これでリカバリー終了ということですね。